ヒデさん、どうかです。また、たくさんのですね、オリジナル工具注文いただきましてありがとうございます。というわけで、弊社、オリジナルじゃない、オンラインストアですね。オンラインストアの方に、まあ、土定番のですね、電動工具のカスタム品っていうのは、いろいろ載ってるんですけれども、まあ、なかなかそこに載せきれない、特殊工具、特殊カラーですね。これは、LINE アットなどで、個別に注文もらうんですけれども、まあ、そんな商品をですね、一つ一つ、一本の動画につないで紹介しますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、こちらですね、マキタ。T022D のペンインパクト、これをちょっと特殊カラーで作らせていただきました。こちらはですね、キャンディーイエロー下地の、パイソンですね。ヘビでございます。ヘビ、こんな感じでかっこよくできました。キャンディーイエローですね。すごいですね、金のヘビみたいな感じですけど、一応キャンディーイエローで作りました。はい、じゃあ続きまして、これもまた面白い機械をご注文いただいたんですけれども、マキタ充電式リベッターの RV150DZ っていう機械なんですけど、リベッターも作っちゃいました。これですね、色はですね、これストリート柄のキャンディーオレンジですね。こういった感じで仕上げさせていただきました。これでね、シャッターとか鉄板とかを、ズバズバ締め込んじゃってくださいという形になります。はい、今日は作ったのがこちら、ベン、ハイコーキ。皆さん、ハイコーキの注目くださいね。はい、こちら、コードレス振動ドリル DV3620DA。ストリートから、こんな感じです。これ持ってね、穴開けてたらかっこいいっすね。はい、というわけで、こんな感じ。これも、弊社オンラインストアには掲載されていない商品ですね。ぜひとも、この説明欄ですね。LINE アット、お友達登録から、こんなの作れますか？声かけてください。こんな感じで作りますんで、お願いします。はい、お客様の特注依頼で新しい特注カラーですね、作らせていただきました。こちらも皆さんご存知でしょうか？カモフラージュの、まあ、艶なしのグリーンですね。まあ、こういった感じで、まあ、最近できた色なんですけれども、これにですね、やはりちょっとアレンジを加えてほしいというお客様要望ありまして、作らせていただきました。カモフラージュの青とオレンジのグラデーションというですね、まあ、いろんな組み合わせでこんな感じで作っていただきましたよ。こうやってできました。色の変化具合も見せましょう。こんな感じですね。はい、できました。こういったですね、特殊オーダーは、できればですね、説明欄のLINE アットからご注文いただければ作れますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ次のですね、ご依頼で作らせてもらったのがこれですね。まずこれは、スプラッタというデザインになるんですけれども、黄色い下地で、白く、こうね、ペイントをこう飛ばしてくれっていう依頼で、こういう、まあ、黄色下地の白スプラッターとかっていう感じで、こう、ご販売させてもらってるんですけれども、まずですね、これにアレンジを加えたやつが、こっちっすね。ちょっとエヴァンゲリオンカラーっぽい感じなんですけれども、同じく黄色い下地に、白いスプラッタを飛ばして、グレーのスプラッタも飛ばす、このダブルスプラッタって感じで、こういった色味で作らせていただきました。まあ、これもですね、もう何色だっていいんですよ。赤だろうが青だろうが、飛ばせばできますんで、下地の色と、飛ばしたい色の色を選んでもらえればできます。で、今回とんでもね、依頼がありましてですね、作りましたのがこちらですね、ハイコーキ WH36DC なんですけど、これ一見黒下地の白と緑のスプラッタですよっていう歌い文句でもいいんですけど、ちょっとお見せしましょう。ね、なんでこんなとこに箱があるんだっていう感じなんですが、この穴から覗いている感じわかりますでしょうか。今ですね、これブラックライトでちょっと太陽光を再現しようと思ってこういった箱を作らせてもらったんですけれども、まあ僕たちですね、左のなんか偉い今白っちゃけて見えるやつありますよね。これはグロー、蓄光塗料を混ぜて作らせてもらった商品なんですけども、じゃあ右のやつって黒下地だから、蓄光って何なのってなるんですけども、さっき白で飛ばしたスプラッタの部分、ここを蓄光にしたっていう超特殊案件でして、ちょっといきますよ。これ今ブラックライト消します。わかりますか、これ。まあね、ちょっと今左のに目が行きがちなんですけれども、本来このすごいぼやっと光ってるのがわかりますかね。左のは全体が光ってますよね。これはこだわり抜いたお客様、右のやつですね、スプラッタのこの跳ねてる白い部分だけが光るというですね、超特別仕様で作らせていただきました。
なので、ですね、このまま開けましょうか。こんな感じ。こんな感じで、まあ、白と緑なんだけど、ザッと閉めると、光の加減が、ちょっとカメラだと追いにくいかな。はい、まあ、こんな感じで、グローも、これ初ですね、スプラットの部分だけグローにしまおうっていう、ちょっと面白い、計画でできましたので、ご注文ありがとうございました。はい、じゃあ次の機会行ってみましょう。続きまして作らせていただいたのがですね、まずこちらをご覧ください。こちらご存知でしょうか、下地黒の赤スプラッターってことで、こういうのを作ってですね、大人気カラーになってるんですけれども、これのですね、ツヤなしカラーを作ってほしいというご要望がありまして作りました。こちらです。明るさ足りてますでしょうか。ツヤなしもかっこいいですね。作りました。ちょっとツヤありとの比較、はい、こうかな、はい、どうでしょうか。こんな感じで作りました。はい、ツヤなし加工っていうのは、まだ弊社のオンラインストアの方に掲載しておりませんので、まあ、ご注文するときですね、備考最後ですね、僕たちに向けて領収書くださいとか、なんかそういったコメントを入れる部分がありますので、そこで、ツヤなし希望ですって書いていただく、もしくはちょっとねそれ分かんないよとかっていうお客様はですね、ぜひとも概要欄に、LINE のお問い合わせっていうところがありますんで、そこから、これこれこの機種のこの色で、ツヤなしでよろしくね、そんな感じでご注文いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、お客様のご要望ありましたら、まあ、いろいろね、挑戦しながら、作っている秀久でございます。はい、じゃあ今日はですね、これぐらいまとめてみましたけれども、またいろんなね、特注品が溜まってきたら、また一本の動画作ろうと思ってますんで、はい、その時はまたよろしくお願いします。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。